韓国政府放射能で日本を侮辱、輸出管理で対抗措置。G 通信によりますと、韓国の環境省が日本から輸入する石炭を燃やした際に出る灰、石炭灰について汚染の懸念が続いているとして放射能検査を強化すると発表したことが明らかになりました。こちらは韓国に対する輸出管理への対抗措置、報復だと見られておりますが、 この石炭灰はセメントやコンクリートなどの建材に使用されております。この日本産の石炭、石炭灰が放射能汚染されていると韓国政府は主張しておりますが、そもそも日本産の石炭は北海道で採掘され、大半が露天堀ではなくて地下深くから追い出されておりますので、福島原発事故が原因の放射能汚染は 起きていないなと思われますまた石炭自体に微量のウランが含まれておりますがこちらは日本に限った話ではなくそもそも誤差範囲の量であり健康被害などは生じません現在韓国政府はこういった放射能による日本に対する差別例えば日本産水産物の輸入禁止などであたかも日本が放射能汚染されたものを海外に 輸出しているかのような印象操作を行っておりますが今回石炭灰についても韓国政府は同じような対応を取ってしまっております日本政府にはこういった韓国政府による悪質なプロパガンダについて徹底的に対抗していただきこれ以上韓国政府によって日本が日本人が差別され侮辱されないように ありとあらゆる手段で対抗していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。